ポッキーラジアンさんで、今月のゲストは5人組ボーカルグループカラークレーションのカズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、あさってのトークテーマは何？16歳ソロライブを始める。いやいや、それもちょっと随分早い話なんですけど、はい、本当に間違ってないですか？いや、間違ってないです。16歳で、初めてライブをさせていただきました。いや、そんなのこれうまくいくはずないですからね。きっとこれだから確かにうまくいかなかったエピソードをたくさん話すと思います。本当ですか？じゃあもうここはもう恥かいたものを全部赤裸々に。そうですね、結構恥かいたと思うん で、ね、衝撃的な内容が聞けると思います。はい、ですから多分その当時はまだお客さんもいなくて、最前列がもう彼女だけ一人とか、なんかそういうライブだったってことですよね、きっと。彼女いなかったですし、全然そういう話じゃないんですけど、びっくりした、びっくりした。彼女の話も出てこない。彼女の、でももしかしたら出るかもしれないですね。そうでしょ、はい、なんかモテてないトークとかだともうあさって聞きたくないもんな。もういやいやいや、もうモテモテですよ、あさって。いいですね、あさって聞けます、モテトークが。16歳でモテモテで、もう女性だけで満員になったというソロライブの話をぜひしてくださいね。はい、聞けると思います。はい、ということで、あさってのポッキーラジアンさんでお楽しみに、はい、お楽しみに。